予備にもう持っておかな。あの完璧的なものだったから、うん、途中で変えよう。うんうんうん、フラフ大好きマンだからこの子大変だよ。20日です。ここでようやく全部取れる。そんぐらいのレベル。うん。なんかどうせ後ろから人来ないから。まあ大丈夫。人も来ないけど来ないから。うん。取って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 。はい。取って。ちょっと待って。待って。待って。待ってっつってんの。どこにだ。うん、なんだっけ、森谷先生とこれやってたさ、うん、なんか着付けの仕方のお座りのやり方、あ、伏せのやり方をやってて、誘導するやり方を見て、あ、なるほど、これ確かに一番やりやすいって真似したけど、2回目に待ってるね、うん、あ、すごい、だんだんさ、もっと綺麗になってくる、ね、もっと暗くなる。あんたここ入ってたな、まだそっちいいんだよ。そっちは入ってきちゃいます。ありがたいな。もう綺麗だ。うん、やっぱ綺麗だ。あ、もう、だって綺麗なんだ。ね、すごい、こういうとことかね。僕がライトアップしたよって。あれやる？ここの上行く？あの、あれがある。あ、こっちか。
おみくじが出ない場合はここから引けだって。多分小銭ないんだよ。あ、なかった？ない。じゃあいいや。ないと思う。だって前に先に札を割ったから。じゃあいいや。ウィコン、あ、これ鳴らせないよ。これカーンって鳴らすやつ。薄暗くなってきたね、さすがに。多分ここが暗いんだと思う。生い茂ってきたら、うん、こういう場所見るとそわそわします。何これ、あ、こうなってます。これ鳥とかじゃ、あ、神社か。じゃあ、二杯か。山田としてはこの絶壁がなんか、はっ、どうする。どっちでもいいよ。で、行ってみる。どうせだし。行ってみましょうか。うん？白い泡？あれ蜂の巣じゃないの？これ？アブじゃない。アブか蜂の巣かなんかである。アブっぽいね。わかんない。アブかこれ。だって注意書きのやつが剥がれてからよくわかんないけど。樹液をコーティングしてます。あ、そういうことか。後ろ人来るよ。はいはい。人来るよ。うん。なるほどね。うん。すごいね、これ。スズメバチは嫌だ。スズメバチ？あ、スズメバチいるんだ。いや、スズメバチいるでしょ、ここの山の上で。それはちょっと。それはちょっときついぞ。あ、すげえ。上から見る方が。やっぱ日本の。すごいね、屋根が。これどうなってんだ。え、ここ面白いよ。やべ、子供の頃思い出してくる。なんだこれ。この辺撮るの楽しいよ。ダリア。よいしょ。これどうなってんだ。すごいね。疲れた。へえ、疲れた。甘で、どこ行く。どこ行く。こっち。どんぐらいの後ろ近くもこれ今の場所から。
神社のやり方。